きチャンネル。じゃん。こんにちは。さあ今回はホームラン数、うん、誰が一番見極めれるか、まあ、はい、打率とね、うん、一緒です。はい、でこれはもうあのマイナス点とかないんで、うん、もう積み上げ式です。はい、各球団一人ずつ選んで、うん、かぶったらその選手は取れません。はい、ドラフト指名で。全員のホームラン数を足して、うん、一番ホームランが多かった人が見る目あるってことです。はい、でももうかぶりがひどいんですよこれ。いやでもこれはもうかぶって大きいの取れないんだったら、うん、2番目のやつ2人で取れた方が高くなるからね。そうですね、まあ、これはもう誰からいくかで、ね、そうですね、うん、問題よ。さあ行こうよ。もう1番手をいくのか。だってもうホームランの1番手なんて、うん、もう大体考えること一緒じゃないですか、うん、だからあとは誰から取っていくかだから。誰から取るかなんですよね。さあということで、はい、じゃあドラフト1位からもう決まりましたか。1位どっから行くかですよね本当に。これもうね、かぶっちゃダメだからね。もう絶対取れるやつで行きたいからね、うん、そうなんですよね。こう駆け引きだね、うん、じゃんけんじゃないからね。もう取れなくなるからね。そのじゃんけんがいい。で各球団1人で、はい、じゃあドラフト1位いいですか。緊張するね、これは。はい、もう本当にドラフトですね、うんうん、じゃあいきますよ、はい、せーの、村上奇遇ですね。結局ですか、うん、奇遇ですね、はい、いやもうずらそうかと思ったけど、思ったけどやっぱもう言っとかないとと、みんな総裏書くと思った、うん、あれ意外と取れたりとか、うん、いやもう私は佐藤さん絶対村上で来るだろうなって分かりました。じゃあ2個目いきますよ。うわ、どこ行こう。いいですか。はい、はい、待って、これかぶりたくないよ。さあ、行きますよ。行きますよ。せーの、岡本。いやねえな、私山川行こう。でも どっち行ってもかぶってましたね。山川ね、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ私決めた。もう決めた。うん、決めた。せーの、柳田。あ、そう、柳田選手か浅村選手かもやった。浅村選手でって聞いたね。よし、次いいですよ。はい、決めた。はい、せーの、マキ。え、マル、マキ、マキ。よし、マーしか聞こえなかったから。またですか。もうやめてよ、かぶすの。マキ欲しかったよ。はい、いいですか。決めた、はい、はい、せーの、佐野です。私はヤクルトの山田選手です。 DeNA、 はい、はい、続いて、はい、いいですか、うん、いきますよ、はい、せーの、大山。私はロッテの山口選手を選びます。ビシエドね、はい、中日。いいね、次どこ行こうかな。さあ、ちょっと待って、まだ決めてない。OK。 いいですか、はい、せーの、アキーノ。あー、アキーノと迷ったんだよ。あれです、清宮、ね、うん、アキーノ。いや、アキーノと杉本どっち先行こうかなと思って。まあ、いいか。さあ、駆け引きが、はい、繰り広げられてますが、いいですか、はい、5巡目。まだです。まだなの、はい、まだです。チームとしてどこ行こうみたいなのが。そうなんですよ、ね、俺はもうビシエド取られた瞬間にもうアキーノやと思ってね、うん、いないっすもう いないからね、他はね、うん、本当に、うん、はい、いいですか、はい、いいですか、はい、いきますよ、はい、せーの、森。森友也。ああ、そうだった、忘れてた。あ、でも私もオリックス杉本取ってたわ。私マクブルーム。マクブルームね。先生は栗原ソフトバンク、はい、2、4、6人目ですね、はい、はい、せーの、万波。中田選手、中田翔。中田翔。俺万波。僕坂倉。じゃあ俺も広島は後でいい。後でいいね。うん、よし、はい、行きますよ、はい、はい、いいですか、はい、はい、せーの、外崎。ん、これ外崎、私ペイトンにしました、うん、僕ボランコ、うん、どこでセブン埋まったんだ。決めました。じゃあいいですか、はい、はい、8番目、せーの、ギッテンス。ねえ、なんもやだ、本当にこの俺ギッテンス。ギッテンスね、うん、楽天。もう
はい、決めた。せーの、森下。もう先生すぐ真似ずる。阪神いなくなっちゃったよ。もうまだいるやん、ミエセスとかいるじゃん。いるけど、でもこうやって2人でずっと阪神言い続けてたらね、終わんないからね。いや、そう、ちょっと違うやつ、阪神のね、違うやつ言えばいいじゃん。確かに。いいね、潰し合おうよ。そしたら減っていくからね、打つやつは。ほんとそうなんですよね。そうなんですよ。先生だからもう、潰し合うのやめよう。いや、ちょっと狙ってませんもん。うん、そうそうそう。さあ、続いて。はい、いいですか。いいですか。ちょっと待って。やばい、また一緒かもしれない、先生。はい、いくよ。はい。せーの、ノイジー。ほらはい、続いて。いいね、佐藤テル、森下、ノイジーいなくなって最高だね。もうどっちかがずらせばさ、普通に取れたのにね。いいですか。はい、せーの、宮崎。近本と宮崎です。はい、まあまあ近本もな、10本ぐらい打つ可能性10万ある、はい、去年3本ぐらいなんですよ、確かに、うん、多分去年はあの連続ヒットがあったから、そうですね、多分ホームランとかよりもヒットを狙いに行った打数があったと思うんだよね、あれね、うん、でちょっと減らしてる。さあ、はい、9巡目いいですか。宮崎さんですか。宮崎さんです。 DNA ね。うわ、これ絶対ガムロ分かってもだかぼっちゃうな。うわー、ついコース試合か、うん、うわー、私多分もう3つとも3人とも選んでるの、2人とも選んでるので被らないです、うん、あと4つだよ。4つ？ DeNA、阪神、ソフトバンク、中日でしょ。 DeNA さっき宮崎さん選んでる。ああ、阪神、ソフトバンク、中日、ロッテ、ロッテ、ロッテも選んでるの。あれ ?1,2,3,4,5,6、 あれ本当あと4人だ。ん、あ、日本ハムだなった、うん、でも日本ハム2人とも選んでますよね。そう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 。じゃあ私もう誰でも被んないですね、うん、じゃあ俺と先生やろ、うん、はい、行くよ。せーの、オスナ。絶対に来ると思った。いや、そりゃそうだよね。そりゃそうでしょう。マジか、うん、せーの、サンタナ。虫試合だ。この2回もこんなしたのか、俺かけるわけない。そっか、うん、はい、いくよ、はい、せーの、塩見。さあ、いくよ。でももうこれは被らないですね、うん、せーの、長岡。ちょっと待って潰し合いしてる。それはやばいよ、お前。これはやったらあかん、うん、一番やったらあかんパターンだよ。全部取っちゃったっす。いいですか。せーの、中村。これいっちゃあかんっす。これいっちゃあかんっす。あ、次行くよ。せーの、丸山。あ、僕も内山で、うん、俺も丸山。ヤクルト、こっちサンタナとオスナで分け合おうよ。そうっすよね、うん、そう、本当はそれをすれば一番良かったんですよね。そうで、俺はあとロッテ、広島、巨人だから、うん、僕両方取ってます、うん、じゃあみんなもうあと自由だよ。はい、自由ですね、うん、ヤガマさん次。私日本、9巡目。日本ハムのアルカンタラ。うん、アルカンタラね。はい。あと3人。もう私、阪神でさっき同じことしたんで、3人潰したっていう。で、俺ね、10位はね、広島の西川。うん。僕、そう。DeNA ね。はい。阪神が。阪神いないですよ、うん。もう中野とかしか。うん、そう。だからもう中野かな、次。梅野とかある。うん。中野選手で。ミエセスいるよ、ミエセス。確かに。中野選手でお願いします。佐藤輝と森下選手かノイジーを先生と分け合えばよかったんだよね。全部同じ順番で。で、俺が次11番目がロッテ、うん、中村翔吾、うん。僕楽天、11巡目楽天、島内。中村さん、どうですか。次、ちょっと待って、あとソフトバンクと中日なんだ。阪神、何人じゃないか。中野選手、はい、で俺12巡目は巨人、ブリンソン、うん、オリックスは中野は消えた、うん、あれ近藤取られてないか。取ってないですよ。あ、そっか、うん、あ、じゃあ近藤に近藤の試合数かけて、うん、昨年8本ですけども10何本打ってくれると信じます、うん、言わなかったら近藤知らなかったよ。
思い出してなかったよ。あのカブ譲り、あの確かに今、あ、そっかってなった。俺もずっと思ってたから、ね、近藤いるやんと思ってたけど、近藤で確実ですよ、仕上げるからね、はい、じゃあ私、あの木の卓でいきます。木の卓、はい、はい、できた。さあ、ということで、わー、ね、もうこれ潰し合いが、それは戦略だからね、うん、もっと早くあの森下とか行っときゃ取れたけど、いや、そう、私先に里寺行っとけばよかったなとか、だからもう俺は早めにもう大山行っといたの、うんうん、大山も秋井のね、もう俺の正解、まあ、俺の中の正解は大山秋井の森を早めに取れたことだ。私なんであの巨人の中田選手行く前に里寺行かなかったんだろうっていう今そこの悔やみですね、うん、ジャイアンツ多いんですよ、うん、いるね、岡本君も、うん、だから多いから、そう、ブリンソンも、ね、うん、選べたしっていう、俺はもう広島も坂倉、あのマクブルーム、西川で誰でもよかったんだよ、うん、だからあの最初に取りに行かなかったのと、でも正直阪神もいればいるじゃん、里寺、森下、ノイジーがいるから、まあ、誰か取れるでしょと思って後にしてたら一緒に被っちゃったっていうね、タイミングだな、ためたらダメなんだよ、うん、一番目に取ると取りやすいよね、うん、でもこう、じゃあ次阪神行こうのタイミングなんだね、だってもうこの9番目のヤクルトなんてもう行くしかないもんな、行くしかない、だってあとヤクルト以外は他も全員被らないから、うん、だからこの被るのを残しすぎちゃうと、うん、あれだね、被っちゃうね、あえてこう同じこうどん一緒に言ってて潰しちゃうのが一番もったいないんですけど、だからあと他にまだ候補いる中で俺はもうアキーノ行けたのが良かった、うん、先生がビシエド取ったからもうこれアキーノ行かなきゃいねえぞみたいな、うん、ホームラン量、しかもドラゴンズなんて球場広いから、うん、ただでさえ少ないのにみたいな、そうですね、うん、いや、まあ、私で DeNA も早めに負け取っとこうと思ったらかぶっちゃって、うん、私今回また5人かぶりました、うん、かぶるっすね、うん、前回も5人、今回も5人かぶりました。俺だって今回かぶったのは牧とヤクルトのとこだけだからね、先生めっちゃかぶった、 あと村上か、もうかぶってます、うん、あ、そう、私6人だ、村上入れたら阪神はヤクルトでね、潰し合いしてね、だから村上、牧、ヤクルトだけかぶったの、うん、私村上、岡本、牧、里照、森下、ノイジーかぶりました、うん、万波が量産してくれたらね、いいんだけど、うん、でも可能性ありますね、俺も先生が清宮早めに取ったから、はい、いやもう万波ちょっと早めに行かないかなと思ってて、うん、万波かアリエル・マルティネスにしようと思ってた、はいはい、アルカンタラ去年そこそこ打ってるんですよ、でも出てくれれば、うん、ずっと出ないからね、うん、そうなんですよ、出てくれたら、うん、そこが問題なんだよね、そうなんですよ、だからちょっと不安なんですけど、そうなんです、試合数が問題なんですよ、うん、俺はもうギッテンスが怪我しないこと期待してるこれ怪我しなかったら30発あるからね、あるある、怪我しなかったら結構調子いいんですよ、そう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 、私もまあ浅村ギッテンス、島内どれか取ろうっていう感じでしたね、いや楽しみですね、うん、ということでじゃあ答えは1年後なんで、はい、まあ、皆さんもねぜひ一緒にやってみてください、はい。